ご覧いただいている映像は我々の研究結果による日本列島最後の姿です。日本は近い将来沈没することが明らかになりました。先日駿河湾で発生した大地震もその兆候の一つです。日本列島が沈没する確率は30年で 50%、 50年で 80% になります。マントル対流により日本海溝の地下深くに潜り込んでいる太平洋プレートは上部マントルと下部マントルの境界面にたまっていきます。このコブのように蓄積されていくプレートをメガリスと呼び、これがある一定量を超えると一気に落下します。メガリスの崩壊と呼ばれる現象です。日本の地下でまさにこの大変動が始まっているのです。プレートの境界面に位置する日本列島はこのメガリスの崩壊によって引き起こされる巨大な地殻変動により海底へ引きずり込まれるのです。壊滅的な大地震と爆発的噴火活動を伴って日本は沈没します。唯一の救いは数十年後に起こる悲劇を今予測できたことです。しかしながら日本に希望は残されておりません。こちらはわだつみ6500、深さ5830、バラスト陶器。水温 1.2、 塩分濃度 36.4、 釣りもよし。目標地点まで120メートル。何が起きてるんですか？存在カメラが。おい。前後に障害物あり。上昇フル。腰いっぱい。了解。バラスト時。まだ。さすがだな。
を振る。母さんです。この間の地震大丈夫だった？無事なら無事だって連絡ぐらいしな。そういうこと。はい、よろしくお願いします。小野寺くん、お客さん。よくここが分かりましたね。あのこれ、勝手に直しちゃったんですけど、ありがとうございました。ごめんなさい、あのちょっと失敗しちゃって。ありがとう。すごい。何なんですかこの船。深海掘削船です。全長210メートルで、櫓の高さが121メートル。あのてっぺんから深海4000メートルまでパイプを伸ばして、さらにそこから海底下7000メートル、つまりマントルまでの掘削が可能で、地球内部のプレートや地球環境の変動そのものを解明。わかります？理科と算数は小学校の時から苦手で。すいません。これ、てっぺんまで登れるんですか？ええ。登ってみたいな。え？あたしのじいちゃん、トビの棟梁だったんです。下町で消防団の頭もやってて、出初め式ではいつもはしごのてっぺんに登って、かっこよかったの。聞いてます？え、ああ。そのじいちゃんの影響で私、高いところが大好きになっちゃったんです。そうか、じゃあそれでレスキュー隊に。私もじいちゃんみたいな男に生まれたかった。でも、いや、あの時僕たちを助けてくれた阿部さんは男みたいにっていうか、男よりかっこよかったです。ありがとう。美咲ちゃんに聞きました。あの時小野寺さん、美咲ちゃんを助けようとしてたんでしょ。美咲ちゃん？あの時の女の子、会ってあげられませんか？あの時の地震でお父さんが亡くなって、お母さんは瓦礫の中から救出されたんだけど、意識が戻らないんです。ずっと落ち込んでるんだけど、小野寺さんのことだけは一生懸命話そうとするんです。日頃プラプラ遊んでるお前に言われすぎじゃねえよ。うるせえ。あっちゃん、おばちゃん、キキして。また地震かよ。ラス、何言ってんだこれ。のこと僕に言われたって困りますよ。おめえ何のために区役所勤めてんだよ、この税金泥棒が。ということは税金払った人が言ってください。地震と区役所は関係ねえんじゃねえの。
大丈夫。もう大丈夫だから。実は危機管理担当大臣を設置しようと思ってるんです。ついては兼任していただきたい。誰がでしょうか。高森文部科学大臣、あなたにです。ちょっと待ってください。こういった場合、他の閣僚たちはまだ30年以上あるからと、どうも危機感が足りない。しかし、この未曽有の国難を前にして弱者は見捨てるべきだ。60歳以上は日本からの避難を後回しにすべきだ。党からはそういった意見が山のように出るでしょう。高森さん、こうなってしまった今、何が一番大切だと思いますか。私は心だと思っています。心。一人でも多くの命を助けたいと願う思いと言ってもいい。私の言ってることは理想論に過ぎますか。いえ、そうは思いません。ならば兼任してください。あなたにはその心がある。採取してくれ。了解。最下部と同じ条件の100万気圧3000度で分析しました。驚きましたよ。一体どこの石です。南太平洋のクックショットで採取したんだ。それで結果は。先生の直感通り2000万年前のものでした。2000万年前、日本列島はユーラシア大陸から引き剥がされた。その時にマントルに落ちたメガリスの残骸がクック諸島から湧き出してきたんだよ。ここ半年、山腹の電気抵抗が微妙に変化してる。マグマの動きが妙なんだよ。あちこち嗅ぎ回ってるようだが、また何かひらめいたのかい。クック諸島でマントル上昇流が異常な動きを見せている証拠を見つけたんです。大雪山、丹沢、北アルプスの地震波測定でも地殻に異常な変化が起こっていることが分かりました。なるほど。君の直感が正しければ何かとてつもないことが起こるということになるな。
先生、先生、もうじき演算結果が出ると思います。顔洗ってきます。うん、なんだこれ。おい、ふざけんな。何をしているんだ。もったいつけないで結論を言いたまえ。この日本が直面している問題はメガリスの崩壊だけではありません。もう一つ日本にとどめを刺す大変動が起ころうとしています。デラミネーション。デラミネーション。近くの株が剥がれ落ちるという現象です。これはマントルの境界面で発見されたバクテリアです。このバクテリアは有機物を分解しメタンガスを生成するという特徴を持っています。これがマントルとプレートの間で異常繁殖し大量のメタンガスを作り出す。それが液体となって潤滑油の役割を果たしメガリスに引っ張られているプレートの動きを速くしているんです。それにデラミネーションという現象が重なって日本はアメリカの予測をはるかに上回る速度で沈没します。もしその仮説が正しいとすれば日本が沈没するまでの時間は？今回のシミュレーションモデルは302秒。実日数に換算すると 338.54 日。1年もないということか。至急検証してみるべきだと思います。バカバカしい。総理、聞くに値しない妄言です。田所君、お得意の直感とイマジネーションかね。客観性と再現性、これが科学っていうもんじゃないのかね。客観性と再現性だ。
てめえはバカか。田所君、すけもいい加減にしたまえよ。腰銀茶が引っ込んでろよ。何？いいか、よく聞け。プレートの断裂は北海道の南部から始まる。九州の泉断層帯も危ない。阿蘇が噴火するだろう。四国から紀伊半島に連なる中央構造線が裂けて南側が沈んでいく。日本の活断層はそのエネルギーに耐えきれず次々に割れていく。本州中央部糸魚川静岡間のフォッサマグナが裂け始めたらその時はもうおしまいだ。富士山の大噴火とともに日本は一気呵成に沈んでいくんだ。山本総理の意向で今回の変動の研究チーム D1 を編成することになりました。残された時間はあと1年もないんだ。検証なんかやってる場合か。わかりました。参加するしないはあなたの自由です。ただしあなたが調査に使っている最新鋭の研究機器は全て D1 が使うことになります。ふざけるな。この船や真夏海にはやってもらうことが山ほどあるんだよ。そうやっておもちゃを取り上げられた子供みたいにわめいて、いい年してどうしてそうなの。総理の前でもあんな失態をして。別れて20年も経つんだ。今さら女房面はよせ。あなたが参加しないということならそれでも結構。調査は D1 が行います。そんなことより一人でも多くの人間を逃がす方法でも考えるんだな。よしか。はいはい、ブレーク、ジャック。で次降下、ブレーク、ブレーク、降下準備、よし、ブレーク、ブレーク、で次、ブレーク、よし、準備よし、位置につけ、よし、カラビナ安全管よし、流れよし、降下点よし、準備よし、降下始め、よし。どうしたの？転んで怪我しちゃった。お姉ちゃんしばらく仕事休みになったからいっぱい遊べるぞ。遊ぼう。好きなんだ。え、この仕事がね、とっても好き。ああ本当は、本当は私も美咲ちゃんと同じなんだ。私神戸で地震にあって
両親が死んじゃったの。私だけ生き残っちゃって、それでここに来たの。ずっと閉じ込められて、暗くて怖くて。でも次の日、レスキュー隊の人たちが助けてくれた。だから自分もいつか絶対に私みたいな子を助ける側になるんだって、ずっとそう思ってたの。最近やたら地震が多いでしょ。頑張んなきゃいけない時にさ、情けないよね。焦ることないと思う。俺は海が好きで、それもなぜか深い海が好きで、子供の頃からいつもそういう本ばっかり読んでたよ。深海に住む魚の絵を見るとドキドキして。変な子供だろ。深い深い海に潜るとさ、何百万年何千万年って変わらない生命体がいたりして。あ、ごめん、理科苦手だった。大丈夫、もっと聞かせて。そんな海の底にいるとさ、地球に優しく抱かれている、そんな感じがして、なんて言うんだろう、安心するんだ。それってお母さんのお腹の中にいるような感じ？そう、そんな感じ。何？小野寺さんが先生だったら、私絶対理科が好きになってた。俺の研究チームは今日で解散する。君たちは俺がわがまま言って集めてもらった世界トップクラスのパイロットだ。クビになったってすぐに仕事はある。君たちも早いとここの国から逃げ出した方がいい。とにかく日本が1年足らずで沈没するということは極秘事項だ。絶対に口外しないでくれ。海外退避計画 D2 の骨子がまとまりました。今回の訪問で中国がどれだけ受け入れてくれるか。どう思いますか？孫の名前なんですよ。女の子でね。実は明日3歳の誕生日なんです。娘がね、レイラという曲が大好きでそんな名前にしたんだけど、麗しよろしくですよ。名前負けしちゃかわいそうだからよしなさいって私は反対したんだけど、娘頑固でね、聞きやしない。
あの子には幸せになってほしい。実はさまざまな分野の見識者から日本人の未来について意見を提出してもらったんですが、まあアメリカをはじめ各国は経済的価値を失った日本人は見捨てざるを得ないという前提で何をすべきかというビジョンなんですが、それらの意見の中で私が驚いたのは特殊な意見というか、まあ普通に考えると特殊な意見が全く違う分野の何人かから出たということなんです。それはつまり何もしない方がいいという考え方でした。愛する者と共にこの国と一緒に滅んだ方がいい、そういう考え方が出るというところが日本人が他の民族と決定的に違うところなのかもしれません。でもこれは総理としてではなく私個人としてなんですが、正直に告白すると私自身はこの考え方が一番しっくりときたんです。総理、お時間です。わかりました。わかってます。それは許されることではない。しかし レイラは日本人である前に人間として生まれてきたんです。すべての日本人は人間として生まれてきたんだ。だからみんな生きる権利も希望を抱く権利もある。大変でしょうが留守中よろしく頼みます。北海道南岸で大きな地震が発生しました。すぐにチャーター機に連絡を取って。ですが今頃九州の上空。
後1時50分頃、熊本県阿蘇山で爆発的噴火が観測されました。この噴火は観測史上最大規模のもので、阿蘇カルデラといわれる外輪山内部は事実上消滅したものです。また中国訪問のために羽田空港を出発した政府チャーター機が九州上空で消息不明と情報が入っております。地方で地震発生、震源は吉野川、鬼怒川流域です。中央構造線か。高知からの通信が途絶えました。青森湾西岸、津軽山地、能代断層で断続的に地震が発生しています。大臣、九州地方の通信網が全面的にダウンです。災害時特別措置法により自衛隊の出動を要請します。至急統合幕僚長に伝えてください。嘘をついて国民を騙すつもりですか？何も好きで嘘をつくわけじゃないよ。このままパニックを放っておいたら日本は沈没する前に国家が崩壊してしまう。嘘をつきたくないって言うなら世界各国との受け入れ交渉を急げばいいじゃないか。それを首相臨時代理のあなたにお願いしてるんです。すぐに中国とアメリカに飛んでください。そういうことは外務省の仕事だろ。山本さんの二の舞はごめんだよ。総理には国民を守らなきゃならない義務がある。日本列島は5年のうちに完全に沈没するということが明らかになりました。しかしながら政府は過去の災害の経験からこのような有事に際し即座に対応できるだけの体制を整えてまいりました。日本国国民は全員海外へ脱出していただくということになります。受け入れ先の国々に関しましては順次皆様にお伝えするということになると思います。すでに諸外国との連携体制は固まりつつあります。あとは地域ごとに家族単位で人数の調整を受け入れ先とするだけです。その後交通機関の状況を考慮し国民の皆様には各自治体が指定する避難場所に一時的に集まっていただくということになりますが、準備が整い次第空路回路を使って速やかに受け入れ国へと移動していただきます。政府は全国民の生きる権利だけどよ、とんでもねえことになっちゃったな。あと5年で日本が沈むとか言ってよ。でもよ、外国ってよ、俺たち一体どこの国に行かされるんだろうな。本当だよね。俺はね、ラスベガスかモナコだな。何言ってんだよ、貧乏人のくせに。うるせえな。貧乏人だからギャンブルするんじゃねえかよ。パチンコしかしたことないくせに。あ、安っ。とが復旧の見通しは立っていない状態です。続いて、空の便です。
難民の受け入れ交渉の状況は？各国ともこれ以上の日本人の受け入れには難色を示してる。現地の大使に伝えてください。もっと粘り強く交渉するように。分かってる。それから海外の船舶の確保。分かりました。旅客船でなくとも貨物船でもタンカーでも構いません。一隻でも多くの大型船を調達して。おい、こっち来て。下持ってくれ。慎重に。それアメリカね。はい。国宝を運ぶ船があったらどれだけ多くの日本人を救うことができるか、まずそれを考えるべきではないんですか。この後2年でそんな原則論にこだわってる場合じゃないだろう。私は直にアメリカへ行って今後の話をしてくる。以前君が言ったようにな。賄賂代わりに国宝を手土産にしてアメリカのご機嫌を取ることが総理の仕事ですか。高森君、口を慎みたまえ。私は命のことを申し上げているんです。いいかい、現実はこうだ。これが昨日までに海外に避難した日本人の数、もう一つが災害で死亡した人間の数、そしてこれが今後の予想数値。ある試算では8000万人以上の日本人が犠牲になるという結果も報告されている。だから海外への受け入れ問題はさほど心配することはない。死んだ人間まで海外に避難させる必要はないからね。日本人を救う方法を教えて。千人、百人、いや、一人だけでもいい。この国に残された人たちを。この新聞が日本列島を海溝に引きずり込もうとしているプレートだ。引っ張ってみろ。いいから一気に引っ張ってみろ。これが日本を沈没から救う方法だ。強大な力で引っ張られているプレートは湾曲して無数の亀裂が入っている。この部分の亀裂に沿って掘削船を使って地中深くたくさんの穴を掘り爆薬を仕掛けていく。何本もの掘削口に仕込んだそれぞれの爆薬は連鎖的に爆発する。そしてプレートが切断される。そんな強力な爆薬があるの？ N2 爆薬、まだ試作段階で数は揃わないが、あいつを長い掘削口に仕込めば核爆発に匹敵する威力を発揮するはずだ。
太平洋プレートの運動速度を遅くできれば多くの国民が退避可能になる。うまくいけば日本の沈没を最小限で食い止めることもできる。ただしこんな大規模な掘削作業には世界中の掘削船が必要だ。まあそれだけの船を集めることは不可能に近いがな。番組の途中ですが、地震情報南北に激しい揺れがあったために気象庁から災害伝言といいますと災害掲示板を中国地方で地震があり、島根県と山口県の震源の深さは奈良橋は瀬戸市、震源の深さは上方漫才師の橋康美さん、川の大津の恐れがある雨、沿岸の住民の皆さんは再び避難。ノルウェーのワイツさん、お前も知ってんだろ。ああ、北海油田の。うん。使ってない別荘があるって言うんで、女房と息子をそこの世話になってんだ。実はイギリスのチームからオファーが来たんだ。一緒に潜らないか。俺と？二人で一緒に OK をもらってるんだ。俺は残るよ。なんで？田所先生、日本を救うために何か始めようとしてる。そいつを手伝いたいんだ。どうして？うん？息子。うちの息子をさ、俺がガキの頃好きだった田舎の浜に連れてってやりたいんだ。そこでこいつに海を教えてやりたいんだよ。バカみてえだろ。アトラピン使うぞ。はい。お母さん。お母さん。お母さん。お願いします。倉木さん、お嬢さん見えましたよ。はい、お願いします。ごめんね。倉木さん頑張って。倉木さん、お嬢さんここにいますよ。倉木さん、今朝急に意識が戻りましてね。
者の私が言うのも変ですが、奇跡としか言いようがありません。どうしてもお嬢さんに会いたいっていう気持ちがそうさせたんでしょうね。美咲のお母さんも言ってくれたよね。美咲に生きてって言ってくれたよね。アメリカ、ノルウェー、フランス、中国の公用校までよく集められたな、こんな短期間で。いいのか、本当に。何が？20年以上かけて築いた地位を失うことになるんだぞ。日本が沈むのよ。今さらポストのことなんか心配したってしょうがないでしょ。ありがとう。さ、実はイギリスで潜らないかってオファーが来たんだ。
そう。いつ立つの？まだはっきりしてないんだ。空港が全面閉鎖になる前に行かなきゃって思ってる。そう。一緒に行かないか？え？一緒に来てほしいんだ。急にそんなこと言われても。先方に頼んで君と美咲ちゃんのチケットも手配してある。君と美咲ちゃんと三人で暮らしたいんだ。レスキュー隊に戻らなきゃいけないの。美咲みたいな子たちがまだたくさん救助を待ってる。私どうしてもその子たちを助けたいの。だけど日本は沈むんだよ。言ってることはわかるけど、もう時間がないんだ。今だったらイギリスに行ける。でもグズグズしてたら見捨てられるんだ。政府は5年って発表してるけど本当は。何？いや、ともかく僕は君と美咲ちゃんを助けたいんだ。じゃあおばちゃんたちのことは平気で見捨てるの？平気じゃないよ。だけど綺麗事言っていたって仕方ないだろ。綺麗事なんかじゃない。私は自分だけ幸せになんてなれない。うちの蔵の酵母、これがあれば世界中どこ行ってもうちと同じ酒が作れるから。お嬢さんもお元気で。うん、行こう。元気でね。
俺が後をつかなかったから厄介なこと全部姉ちゃんに押し付けちゃったみたいで。何言ってんのよ、あんたが継いでたらうちなんかとっくに潰れてたわよ。今度の仕事はどんな研究？深海で古代の生物を調べるんだ。海はタイムマシンみたいなもんでさ、深く潜れば潜るほど時間を遡れるんだ。そう、ちゃんと潜って父さんが元気な頃に戻れたらいいのにね。会いたい？そりゃそうよ、あんたたちもまだちっちゃくて忙しくて大変だったけど、母さんの頃が一番楽しかった。そういえばツバメのヒナが巣から落ちたことがあったでしょ。ああ。そのヒナを助けようとしてあんたもはしごから落っこっちゃって大騒ぎになって。まだあったんだ。でもここ 2,3 年戻ってこないんだよ。母さんね、ここに残ることに決めてるの。何言ってんだよ、ここだってもうじき沈むんだよ。この酒蔵にはね、あちこちに家族の思い出が詰まっているの。お父さんの思い出もたくさん染みついているの。最後までお父さんと一緒にいたいの。バカなこと言うなよ。何？命より大事な場合もあるの。人を好きだっていう気持ちは。始まったアメリカ、中国、EU 各国では連日押し寄せる多数の日本人の対応に追われています。しかし難民を受け入れる地元では不安を募らせる声も少なくありません。海外に移転した日本企業の株価も今朝から大暴落。アメリカが円と日本の国債をいきなり手放し始めたようです。1年は守ると約束したのに。日本はアメリカに見捨てられた、そういうことですね。こちら退避実行委員会の国枝です。小松基地と新広島空港で火山灰の降灰量が離着陸の許容範囲を超えたという報告が入りました。それで小松と広島周辺の飛行場は今後使用不能になります。
美咲ちゃん。小野寺さん。小野寺。ほら。あ、キャベツだ。キャベツか。トマト。キャベツ。キャベツ来たよ。わー。いやー、いいね。焼きまーす。うめえもんだな。美咲ちゃんすごいね。ね。どうぞ。どうも。小野寺さんのおやじさんが作ったんだよ。大切に飲むんだよ。うめえ。ありがとうございます。これ。いや、いい酒だ。だけどあんたいいな。イギリス行くんだって。いや、とうとう俺たちは外国に行けねえってことだな。どういうことですか。いや、みんなで集まって飛行機の順番待ってたんだけどさ、今日限りでもっと高いところに移れっていうのよ、うん、俺たち見殺しってことか。なんだよお前、こんなとこでのたれ死んでたまるか、まあ、でもさ、噴火しちゃったらどんなに逃げたって無駄なんじゃないですか。噴火したらよお前、溶岩でもんじゃ焼いて食っちめばいいじゃねえか。それいいな。玲子から聞いたよ、一緒に外国に行こうって誘ってくれたんだってね。ええ、ありがとう。でも断られちゃって。玲子だって嬉しいんだよ、あんたのこと本当好きなんだから。だけど難しいよね、男と女はさ。よいしょ。あいつらただ酒だと思っていくらだって飲んでまんだ。よいしょ。うん、お君ね。これ玉井さんですか。え、どれ。あ、そうだよ。こんな若い時があったんだね。この隣にいるの、私の妹、玲子の母親だよ。じゃあこれがおじいちゃんですか。うん、トビの棟梁だったんですよね。レコから聞いたのかい。ええ。その話嘘なんだよ。え、レコは一度も会ったことなんかありゃしないんだ。あの子が生まれた時にはもう死んでたんだから。神戸から転校してきた頃の玲子はうちに来てすぐの美咲と全く同じだったね。学校でずいぶんいじめられてさ、だから私がね、トビの棟梁の孫だって言ってやんなって教えてやったんだ。そうすりゃこの辺りの子はもう手出さないからね。初めはそうやってついた嘘がさ、いつの間にかあの子の中で本物のヒーローになっちゃったんだね。B1 から報告、静岡県天竜川河口、長野県諏訪湖、新潟県糸魚川の複数震源で地震発生。マグニチュードは7.4。なおも増大中。東京地方の想定震度は6強。本陣行きます。
電に切り替えます。大丈夫ですか。こちら富士観測所、火山性微動が急激に増加、噴火の兆候です。いかん、変動の動きが早すぎる。糸魚川から静岡を結ぶフォッサマグナが動き出した。富士山の大噴火が引き金になって本州は二つに裂け、日本は一気に沈み始めるわ。港区から千代田区にかけて一番の人口が誤ってます。ここも危険です。宮内庁に連絡してください。皇室は直ちにスイスへ。はい。対策本部も予備施設に移転します。登るんですかね。ああ、また行っちゃう。大丈夫。ほら、頑張れ。頑張れよ。
レゾリューションの掘削全工程が終了しました。爆弾の設置状況は18番ピットから26番ピットが昨日の海底地震の影響で復旧に時間が ないんだよ。急がせてくれ。こちら地球制御管理室、復旧状況をもう一回転送させてください。大丈夫です。レール学者が決めたからよろしく頼む。渡つみ6500の準備はこちら行き。いつでも潜れます。田所博士だ。掘削作業と爆薬の設置は予定通り全て終わった。あとは起爆用の N2 爆薬を渡積みで投入するだけだ。観測所の全員避難、避難させろ。はい。奇跡でも起こらん限りすぐ富士山は大噴火するぞ。超速 1.6 からミノットへ上昇。ユキ、大丈夫か。海底の超速が上がってるぞ。この調査なら返せます。先生、すぐに片付けて帰りますよ。こちら渡積6500、震度3750、起爆地点に到着。海溝底に続くトレンチから強い泥流が噴出している。慎重に作業しろ。了解。掘削口付近の潮速が急激に上昇しています。海水密度1度と053。ランデイリューだ。おい休憩で先生、 N2 が外れました。もう予備はない。回収できるか。50メートルの下方に爆薬を確認。回収に向かいます。先生、推進系、動力系ともにダウンです。ユキ、おいユキ、あいつの遺品だ。あいつの家族に渡してやってくれ。
遺骨も渡してやりてえが、和田摘と一緒に海の底だ。ひどい泥流の中で無理をさせた。焦った俺のミスだ。先生の計画はどうなるんですか。結城と和田摘を失ったんだ。もう打つ手はない。日本は残された人たちはどうなるんです。
明日イギリスに出発ということにした。そう。だからどうしても君に会いたくなった。ありがとう、こんなところまで私なんかのために。ご苦労様でした。もう会えないかもしれないんだよ。ご苦労様って何？え？俺がそういうこと言うといつもそうやって茶化す。俺が嫌いなら嫌いって言えばいい。嫌いじゃない、嫌いなわけはない。来てくれて嬉しい。でもどうやって言っていいのかわからないから。私ずっと決めてたの。小学校の時、お父さんもお母さんも大好きな友達もたくさん死んで、だからその時決めたの。私はもう誰のことも好きにならないって。そしたらもうあんな悲しい思いしなくて済むって。でも小野寺さんのことが好きになって、どうしていいか分かんなくて。ごめん。約束してくれる？何？美咲と必ず一緒にイギリスに行くから、それまで待っててほしいの。うん、必ず待ってる。ありがとう。
抱いて。今はできない。どうして？だって今約束したろ。君がおばさんや美咲ちゃんを救出して必ずイギリスに来てくれるって。そしたら三人で幸せになろう。そうしたいんだ。君に謝らなければならないことがある。イギリスに行くというのは嘘なんだ。イギリスには行かないことにした。先生、こいつで起爆地点まで潜ります。バカかお前は。こんな退役した旧式の船じゃ無理だ。先行能力だってたったの2000しかないんだぞ。君が命がけで君の使命を果たすように僕も自分の使命を見つけることができた。僕は君の最後の一人まで助けたいという思いを叶えるため深い深い海の底に潜る。今までやりたいことだけをやって生きてきた。けどやらなければならないことがあるということを知ったんだ。お前は行ったら二度と帰ってこれないんだよ。そんなことは分かってます。分かってるってお前。これは先生が結城の家族に渡してやってください。短い間だったけど君と一緒にいれて幸せだった。
この状況下で爆薬を起爆させることは奇跡に等しいんだよ。お前まで死なすわけにはいかねえ。行かせられねえよ。俺、結城の気持ちが今はよくわかります。俺にも守りたい人がいるんです。奇跡は起きます。起こしてみせます。君と美咲ちゃんが幸せに暮らせる日が必ず来ると信じてる。生きて、そして幸せになってくれると僕に約束してくれ。君に会えてよかった。ありがとう。バカ野が爆薬の位置だ。こいつの先端に掘削口がある。あとは拾った爆薬をこいつの中に放り込む。入れた時点で信管が作動して点火される。それだけだ。それで
全てが終わる。運転後 3.2 上昇浮力更新いっぱい。水中データ連想電源オン。送信モード起動。わだつみ側の送信を確認。2000潜入を開始します。各部異常なし。ベント海1011。了解。潜入した。異常なし。深さ100、105、110、115、120。積み2000設計限界振動を超えます。わだつみ2000現在の震度3802メートル。船体のダメージは？エアーの流量調整ができません。圧力に頼れなかったようですね。先生、 N2 爆薬を前方に発見しました。制御保持。回収作業を開始します。
一刻も早く退避しましょう。福原さん、主電源電圧低下、推進系を応急電源に切り替えます。 N2 爆薬は大丈夫です。先生、残った主電源の残量をマニピュレーターに回せば15秒だけ動かせます。たった15秒で何が言える。チャンスは一度だけです。やらせてください。僕は先生の奇跡を信じています。
全回路の点火を確認。破断された眼界が南東に移動しています。マグマが加工し始めています。大噴火は回避されました。政府声明すぐに発表しましょう。はい、野崎臨時代行に至急帰国してもらってください。いや、声明はあなたが読んだらよろしい。あなた以外にはいない。異常な動きを続け、我が国を海底に沈めようとしていた地殻の変動は収束に向かっていることが観測されました。今回の未曾有の災害によって多くの尊い命が奪われました。災害でお亡くなりになった方々とそのご遺族に対しまして、心からご冥福をお祈りいたします。我々日本国民はこの試練を乗り越え、心を一つにして日本の再建に取り組まなければなりません。海外に避難している日本人全員が帰国できる日も必ずやってくることでしょう。最後に日本を沈没から救うために命を懸けて戦い抜いた潜水艇のパイロット小野寺敏夫、結城達也両名に深い感謝と哀悼の意を述べさせていただきます。
季節に変えて返してゆこう君に染まるメロディーを風に乗せてずっと届けよう守りたい迷わない You